コンゴ国際協会は1879年10月17日にベルギー王レオポルド2世によって現在のコンゴ民主共和国の領域に設置された臨時政府である。同じくベルギーの国際アフリカ委員会の内部組織、上コンゴ研究委員会に代わる組織であり、コンゴ盆地における支配の確立と資源開発を目的としていた。ベルリン会議において協会が その支配領域における主権団体として承認された結果、1885年に教会の機構は今後自由国に引き継がれた。1884年から1885年にかけて行われたベルリン会議によってアフリカ分割の制限及びアフリカにおける領土交換の制限がなされた。レオポルド2世はこの結論に納得し、 欧州によるアフリカ分割が終焉したことによって私領として、今後を開発し始め、天然資源に富む同地から、莫大な利益を得た。1884年4月10日、アメリカ合衆国大統領チェスター・エイアーサーは、今後国際協会の旗は、全政府のものと同様であるとし、今後国際協会の旗を承認した。1884年10月8日、 ドイツ帝国は今後国際協会が独立国であることを承認し、今後自由国へと形態変化した。ありがとうございます。